皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回はマッスルメモリーについてお話ししていきたいと思います。ビレジェンドの公式 LINE でお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックして友達追加よろしくお願いいたします。今回ですね、マッスルメモリーについてお話ししていくっていう内容になるんですけども、まあこの内容になった理由としてましては、私がですね、去年病気で、まあ今現在もですね、治っておらず、今しっかりと足にも湿疹が出ている状態ではあるんですけども、まあ入院をきっかけに4ヶ月ほどトレーニングをオフにするということになりまして、まあトレーニングをガンガンやってる人で4ヶ月オフになるっていうのは珍しいことかなっていうふうには思います。そこでもうね、見る影もないぐらい縮みましてですね、まあその体がどうやって戻っていったのかとか、まあそういったところですごいマッスルメモリーって存在すんねんなって体感したんで、そのお話をできたらなっていうふうに思います。で、まあマッスルメモリーについて調べたりしてると、まあ研究データとかいろいろ出てくると思うんですけど、まあ研究データって結局は僕が見てきた中では何もしていない人にやらせた上でなんで、もうずっとやってる人が1年間休みましたとか数ヶ月間休みましたっていうデータっていうのは全然見当たらないというか、僕は見つけたことないです。存在したら教えてください。大体の研究はもう何もやってなかった素人を対象に、それをきっかけにトレーニングを行ってっていうような形でやっているような内容が多いので、実際にやってる人がじゃあ筋トレやめたらどんだけで筋肉落ちんねん、落ちた筋肉はどんだけで戻ってくんねんっていうのはやっぱ皆さんが気になるところだと思います。もう僕が実際にそうやった時の感想を踏まえてお話ししていきたいなというふうに思います。2日連続休むだけでも大丈夫かなってヒヤヒヤして、まあ1週間休んだらもうあかんやろぐらいのね、感覚でいる人も多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、実際じゃあどれだけでなくなるのかなんですけど、まあ、2週間で落ちるは落ちるんですけど、大して落ちてる感覚はあんまないです。筋肉がね、元気なくなってくる感覚はあるんで、筋肉が張っている感覚っていうのは2週間ぐらいであんまないですね。なんなら1週間ぐらいでトレーニングやってない状態だと元気なくなってる感じは感じてました。ただ一個一個のパーツの形っていうのはまだ残っていたんで、2週間はもう全然僕の中じゃ問題ないかなって思ったんですけど、この2週間超えた3週間目ぐらいから毎週毎週見た目がちっちゃくなっている感覚があるんですよね。まあ、結果的に筋トレ始める前、最後の僕の体はこんな感じなんですけど、大胸筋の下部が強い分縮んでないようには見えるんですけど、それぞれの筋肉のカットっていうのがなくなっていたり、胸の下部があったとしても筋肉で膨らんでるのではなく皮が余っててちょっと垂れてるみたいな雰囲気が出てしまってるなっていうふうに思ってて、お腹と胸のところを見てもらったら分かるように、お腹の方が前に出てるんですよ。もうこんなこと筋トレしてる時はなかったんで、この前の状態にはもう戻れへんのちゃうかなってやっぱ不安にはなりましたね。これが4ヶ月経った僕になります。で、実際どういう食事をしてたのかっていうところで、まず最初のね1ヶ月は僕は減量食まんま食べてました。なんでタンパク質もしっかり計算して、カロリーとしてもだいたい2700キロカロリーぐらいから3000キロカロリーぐらいで生活してました、1ヶ月半ぐらいは。ただですね、本来筋トレに出会ってなかったらこうなってたであろうっていう生活をしてるわけなんですよね。ジムに行かない、一日ってこんな長かったんやって思うぐらいね、すごい自分の時間ができたんで、せっかくやしもう食事のストレスも全部なくそうと思って、食事を一気に適当にしたのが1ヶ月半もしから2ヶ月経ってぐらいかなっていう感じです。そのあたりからはタンパク質もあんま、ちょっと気持ち意識はしているけどあんま意識せず、カロリーも一切フル無視でもう好きなように食べてました。だからもう晩ご飯よっしゃラーメン食べに行こう、うわ今日ピザちょっと頼もうとか、割と好きなようにやってる分いっぱい食べるわけでもないんですよね、ずっとやってるから。だから総カロリーとしてはそんなに取ってなかったんです。で、体重自体は74キロまで脂肪って、大会出るつもりで絞ってたところからトレーニングできなくなって4ヶ月後の体重74キロなんですよね。見た目としてはこんな感じです。これが僕のビフォーですね。腹筋も割れててちゃんと筋肉元気そうな感じがしてる。これは入院前です。4ヶ月後こうなります、トレーニングしひんかったら。に比べるとやっぱ違いは分かりますよね。でもこうなってったのもタンパク質を意識してる時はまだちょっと筋肉っぽい感じはあったんですけど、タンパク質を一気になくしてから一気にトレーニング始める前の体ってこんな感じやったなって体感するような感覚がありました。実際じゃあどれだけで戻ってきたのかってところですよね。今大会に向けて減量してるんですけど、
ど、会う人会う人にデカまったなって言ってもらえるんですよね。去年のブランコの話をするために、いや去年のブランコ感じひんよって言ってくれる人が増えたんで、これがお世辞なのか本当に言ってるのかでもだいぶ変わってはくるんですけど、まあスッとそういった言葉が聞けるってことは、ちゃんと体自体は戻ってるんかなっていう風には感じてます。でその筋肉が戻ってきた方法なんですけど、戻す時はさすがに僕も食事しっかりしましたね。タンパク質も計算して、炭水化物もしっかりとって、まあ3000キロカロリーぐらいの食事を毎日取るような感じで生活してて、まあトレーニングも週に5回ぐらいに戻して行ってました。復帰した時はですね、ベンチプレス40キロ3セットがもうヒー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 言いながらやる重量でした。初期の自分に戻ったなと思いながらトレーニングしてたんですけど、パワーと体は1ヶ月半ぐらいで戻りましたね。1ヶ月半もちゃんと食事もしてトレーニングをしてたら元の状態に戻った感覚があったのは1ヶ月半です。この期間はめっちゃ楽しかったですね。パワーも戻ってくれば、体力も戻ってこれば、重量を毎回更新するのって異常に楽しいんですよね。だから結果的に楽しみながら1ヶ月半ぐらいは過ぎていきましたね。で、一定を行くとやっぱりもう元の重量以上上げるっていうのが難しくなってくるんで、ストップはするんですけど、元の重量を上げる頃にはもう体は戻ってましたね。なんでマッスルメモリーって4ヶ月かけて落としてしまった筋肉も1ヶ月ちょっとで戻るっていうのがね、自分の中で確信につながってから、僕はもう連日休むってなっても全くもってストレスがなければ、なんかいろいろ自分の体で実験できるなっていうのも怖いもの知らずになりつつあるんですけど、まあもししっかりとねマッスルメモリーを活かしておきたいのであれば、まあ1年ちょっと仕事の関係でトレーニングできませんでした、ただ復活したいですってなった場合はですね、しっかりと食事を戻してトレーニングをすれば、もう本当に1ヶ月2ヶ月で全然戻せると思います。簡単に筋肉は失わないなと、1回つけた筋肉はもう自分のものになるんで、しっかりとやればすぐに戻ってくるなっていうのは感じたんですけど、生活リズム変えるのは難しいですね。マッスルメモリー動向以前に、トレーニングを4ヶ月しなかったこの期間、トレーニングがない状態での生活リズムになってるんで、トレーニングを含めたらすごい時間足りなくなっちゃうんですよね。最初はめっちゃ時間あるやんと思ったんですけど、途中ぐらいからもうそれが普通になるんで、トレーニングを私生活に戻すっていうのはめちゃくちゃ大変でした。トレーニング復活しようと思ってる方は、もうこの生活リズム、ここの方が大変やと思ってもらったらいいなというふうには思います。徐々に戻していけばいいかなというふうにも思うんですけど、僕は多分週5でのペースでトレーニングをして戻していったから1ヶ月半ぐらいで戻っただけで、もし過失するとペースが少なければもうちょっと時間かかる可能性もゼロではないです。まあ、明確な目標があれば頑張れると思うんですけど、僕みたいなその大会に出てこうしたいとか大きな目的がある方が珍しいと思うんで、そこがねない方がトレーニング元に戻そうと思うんやったら、週に2回3回から徐々に復帰していくのが一番なんかなっていうふうには思いました。怪我して病気して休んだら治ったはずやのに休まず悪化してしまった、こういったケースってよくあると思うんですけど、もう問答無用に休んでください。大丈夫です。休んでも元に戻せばしっかりと体は戻っていきます。思ってるより簡単に体は戻っていくので、僕の経験談を生かして、今ちょっとやめないとダメかもしれへん、でもやめたらストレスがあって感じてる方はですね、もうしっかりと休んでまず体の回復等に集中してあげるといいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今回のこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。またよかったらいいね、コメントもチャンネル登録もよろしくお願いします。ビレジェンの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますし、概要欄にも新商品セール情報なども掲載しておりますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。